どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。今回は年末年始の様子を Vlog 形式でシェアしてみたいと思います。そうで、後半は去年こんなことあったねとか、今年はこうしていきたいななんていう風なことをちょっとシェアさせていただきますので、興味がある方は最後まで見てくれたら嬉しいです。ちなみに年越しは赤パンツが縁起らしいです。はい、スーパーでかくておりー、あ、いい感じいい感じ、あ、お疲れ様でした。お水で乾杯。初めの動画ですね。明けましておめでとうございます。今日は皆さんにお見せしたいものがありまして、ちょっとここまで来ました。初日の出お見せすることができました。明けましておめでとうございます。まあちょっと雲がかかってたのは残念ですけど、でも雨よりかはマシですもんね。そうなので今日はお見せできてよかったです。はい、ちょっと正月気分味わえたんですけども、今日は参拝に行かずに家でゆっくり過ごしたいと思います。なんか人生初かも、こうやってしっかりと正月の準備をするの。はい、これ食べます。いや、でも前は簡単に、ね、そう、簡単でもいいよ。なんか前まではさ、やんなかったけど、なんかそれをやったっていうだけでもさ、うん、なんか進んだよね。あけましておめでとう。うわ、どっちも好きって感じだよ。どういう意味？昨日出品したばかりなのにもう売れましたよ。早い。もう服は買わないっていう本なんですけど、これは僕じゃなくて彼女が買った本ですね。働き女子のお仕事時間とおうち時間っていう、僕もですね、この嫌われる勇気っていうやつと褒め人気ってやつ買ったんですよね。でこれは Kindle 版がなかったんですけど、まあノートにその必要なところだけメモったんで以上として、でこの嫌われる勇気もものすごい良かったですね。本当に良くて、でこれ Kindle であるっていうことを視聴者さんから教えてもらったので、じゃあこれから Kindle で読み返していこうって思ったので、この本は出品することになりました。まあ、売れてくれてよかったっていうのもあるんですけど、それよりもなんかゴミ箱に捨てずに他に必要としてくれる人に渡せるっていう、そっちの方がなんか大きいですね。で、メルカリ発送用にこういうの用意してくれてたんで、これを使います。そう、普段はどこにでもすぐ身軽に行けるように家の中には物は置かないっていうことをやってましたけども、でも去年の春ぐらいから、まあ、コロナが始まっておうち時間がすごく増えました。でそしたら家の中で必要なものっていうのがやっぱちょっとずつこう増えてったというか、まあ、その彼女と同棲しているんで、そのために必要なものっていうのも、まあ、ちょっと増やしましたね。日用品だったりとかストック品っていうものを追加していきました。で最初はまあそれでいいかななんていうふうに思ってたんですけど、まあ、今年の冬になって、あれこれ使ってなくないとか、前は必要だったかもしれないけど今どうっていうようなものたちっていうのが、まあ、増えてきたなっていう感じがするので、ちょっと手放しつつあるという感じですね。でまあね、この年末年始も洋服を手放したりとか、あとこういう本を手放したりとかっていうことをしています。そうなので、まあ、ちょっと入れたり出したりがちょっと多い年になりましたけども、まあ、どうなるかわからないですけども、ただ、身軽なライフスタイルっていうことで、その時々に応じて身軽に柔軟に対応していくってことをやりたいと思います。そう、僕の根幹にあるのはそこって感じですかね。2021年もベースは身軽にしておいて、でその時々の状況の変化によって身軽に柔軟に対応していくって感じでやりたいと思います。一人でも多くの参考になるように2021年も動画を投稿していきます。そうなので、まあ、今年もお付き合いください。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。